マイプロジェクト TV の糸健です。ご質問いただきました。ありがとうございます。僕には友達がいません。友達って必要ですか？自分好きおじさんに聞いてどうするんですか？こういうの社交的な人に聞かなきゃ。休日一人ぼっちで動画撮影してる44歳ほっとけよ。昔の友人と連絡が取れなくなるとか音信不通になるっていうのはちょいちょいあってですね、だんだん友達っていうかその気軽に連絡取れる友達ってのはだんだんで年を追うごとに少なくなっていく、減っていくので、おじさんになるとね、新しいその共通の趣味から新しい友人を作るってもなかなか難しくなるので、まあできない子もないと思うんですけど、古い友人とまめに連絡取っていくっていうのはいいかもしれないですね。っていうかこれまさか友達少ない伊藤ちゃんにだからこそ聞いてくださったんですか？ということで今日は友達が少ない44歳が感じているそれでも友達が必要な理由をご紹介していきたいと思います。ではいくぞ。刺激をもらえる。好きな芸能人が頑張ってるから私も頑張ろうっていうのもそうだけど、自分の身近に頑張ってる人がいるっていうのは励みになるじゃないですか。こっちも自分と似たような環境で何らかの成果を上げてる人がいるっていうのは少なからず刺激になるんですよ。ちょっと前にトリプレットの糸巻き実験の話しましたよね。横に誰かいるだけでその作業効率がアップするっていうお話でした。互いにいい影響を与えられる関係性ってのは素敵なもんですよ。魅力的に見える。人は誰かと一緒にいた方が他人からは魅力的に見える。なぜなら人間の表情は変わるとき、笑うとき、怒るとき、悲しむとき、一人のときでもあるけど、やっぱり誰かと一緒にいたときの方がそういう表情になることって多いじゃないですか。何が言いたいかっていうと、その表情の変化を誰かが、第三者がね、見てるよっていうこと。第三者にとってその表情が変わらない人っていうのは何考えてるか分かんないから、そのとっつきにくいんですよ。それに比べて友人と一緒にいて笑ってる人がいるとね、その人の表情を見て、あ、明るい人なんだなとか優しい人なんだなっていう魅力がね伝わるじゃないですか。あの陽キャの人がモテる理由っていうのはこれですよ。心が穏やかになる。例えば一人でめちゃくちゃ綺麗な景色を見た時に誰かと一緒ならばその感動は大きくなる。悲しい出来事があった時は誰かに話を聞いてもらうだけで心が和らぐ。そんな感じに楽しいことは喜びが大きくなって、悲しいこと、ショックなことっていうのはそれが軽減されるというか。だから一人でいるのもいいんだけど、やっぱり誰かと一緒にいた方がこの世界を楽しめるようになってるんだと思うんですよ。どっからを友達とするかにもよりますけどね。友達というものに求めているものっていうのは人によって違うと思うし、何より多ければいいっていうもんじゃないじゃないですか。ダンバースっていうもんがあってだな。ダンバースとは人間が安定した関係を保てる人数の上限のこと。オックスフォード大学の人類学者ロビン・ダンバー教授は、集団生活をすること自体知能が低い動物にはできないことだし、脳をフル回転させる必要があるんじゃね。そんなら脳みその大きさと集団での社会性っていうのは比例するんじゃないかっていう大胆な仮説を立てました。頭が大きいと社交的であるとした考え方だよね。あの社交的のことを顔が広いっていう言うじゃないですか。誰が顔で顔したんだよ。いろんな動物の社会生活を観察し、それらを人間の脳みその大きさに換算してみると大体150人。つまりいい関係を保つことができる知り合いの数の限界値が150人。その人数を超えてしまうといろいろと問題が出てきてしまうよとした仮説のことだ。すげえ大胆な仮説だね。人気がある人、いわゆる陽キャの人ほど友達が多いんじゃないかって思われますが、このグラフは付き合った人数と友達の関係を示しています。確かに交際人数が多いほど友達の数ってのは増えていくんだけど、交際人数が6人ぐらいからだいたい友達の数が頭打ちで、それが150人。まあ友達が少ないっていうことはそういうことだ。ほら、あの闇営業で話題になった芸人の空手家の入江さんが、その事件の前は友達人脈芸人とかっつってね、友達5000人いるとか言ってたけど、多すぎる人脈のせいで怪しい詐欺グループとの接点ができちゃってそれで炎上したじゃないですか。まさにあれですよね。事件の後、まあ入江さんの元を、まあ、1人また2人とどんどん人が離れていって、最終的に100人ぐらいになっちゃったって、なんか最近のインタビュー記事で見ましたけど、それまあまあダンバー数じゃないですか。不思議なのが、このダンバー数約150人になってるケースってのは歴史上ちょいちょいあって、新石器時代の農村の人口が約150人、宗教の派閥が分割される時の人数が約150人、一つの専門分野における学者の数が約150人、軍隊の基本的な単位も150人みたいにね、割と結果的にかもしれないけどそうなってるケースが多いんですよ。なお150人超えるとどうなっちゃうのか、いろんな問題があるとされてますけど、まあ、簡単に言うとですね、集団の中でのコミュニケーションとか判断がおかしくなる。それはなんで起こるのかっていうと、
簡単ですよね。覚えきれないからですよ。単純にね、お互いのことを覚えきれない。じゃあなんで覚えきれないのかっていうと、結局人間の持つ脳の限界というか、結局記憶の限界というかね、脳の話に戻ってきちゃうので、ダンバー数が脳の大きさにフォーカスした説っていうのもなんとなくありなのかなと思っちゃったりします。なので一つのオフィスの中で働く人数が150人を超えないように人員調整すべきだし、150人超えるならね、それこそオフィスを分けたりとかね、キャンプとか行く人とかはご存知だと思うんですけど、防水素材、撥水加工だっけ？違う、防水素材だ。防水素材で有名なゴアテックスってあるじゃないですか。あの会社って150人超えると、その効率が悪くなるので、その150人超えるとすぐ次のね、次の150人用のオフィスをバーンと建てちゃうんだって。そういう分けるっていう方法もあるよね。それか、そのもう人間の脳が追っつかない、150人超えると追っつかないのであれば、人間の脳がどうにもならない、人間の脳が覚えきれなくてどうにもならないんだったら、それこそツールみたいなのを導入するとかさ、お客さんが150人超えるともうわけわからなくなるので顧客管理システムみたいなものを会社導入したりとかね。いずれにせよ、できるやつにとって150人っていうのは今までのやり方を変える一つのきっかけとなり得るわけだ。ちなみに150人っていうのは距離のある知り合いも含めての150ね。その音信不通になっちゃった人っていうのは150人に含めないからね。ちょっとした知り合いっていう、まあ薄い関係性であっても、人間の脳っていうのは記憶というか認知機能、それがもうギリギリパンパンなんだろうな。そんで好きな人だとか親友だとか大切な人っていうのは、その親密度が高いので、そのより情報を必要とするわけね。だから3人から5人ぐらいがまあ限界だと言われてます。その友達作らないで、その一人のままでいいって人もいると思うんです。僕もそうなんですけど、友達なんて暑苦しく感じるだとか、そのめんどくさいだとか鬱陶しいだとか、一人の方が気楽でいいよねとか、そう思っちゃうね、僕なんかはね。それってダンバー教授からすると、そのよりお互いのね、その親密度が高い情報量を必要とするわけだから、脳がもういいですってなってるっていうか、なんていうかね、その脳が拒絶してしまってんだろうね、それはね。なんかそのもう脳の中パンパンですみたいな、これ以上の情報いりませんみたいなね。だったらその関係性が薄い、その友達というか、お互いに関与しすぎない友達みたいなものがいるといいんじゃないですかね。友達は暑苦しいとかですね、めんどくさいとか思ってる人はそっちの方がうまくいくかもしれないです。僕がそうなんですけど、実際に僕ね、その夏フェスとか行くじゃないですか。で、旅行とか行くじゃないですか。友達と行くんですよ。友達と行くんだけど、行ったら現地でもうみんな自由行動なんです。そういう友達の関係性でもう20年くらい仲良くやってます。ということで、今回は友達がそれでもいた方がいい理由っていうのと、ダンバー数150人のお話でした。僕 YouTube のコメント書いてくださる方に、皆さんね、本当たくさんコメント書いてくださってありがとうございます。大体お返事を書いてるんで、大体ってかほぼお返事書いてるんですけど、アンチコメント書く人のこと絶対忘れねえ。チャンネル登録よろしくお願いします。